ドジャースの大谷翔平投手は22日、日本時間23日、時点で打率、安打でリーグトップに立っている。今季は右ひじ手術の影響で打者専念となるが、自身3度目の MVP へも視界良好だ。そんな中、同じ DH にライバルが急浮上している。ブレーブスのマルセル・オズナ外野手が本塁打と打点で2冠を走っている。33歳のオズナは、 ここまで21試合に出場して打率点325、9本塁打、27打点、オックス1.08号。大谷の5本塁打、13打点と比較すると、本塁打では4本リード、打点に至っては倍以上の差をつけている。昨季も144試合に出場し、打率点274、40本塁打、100打点、オックス、904の成績を残しており、 強力ななライバルになりそうだドミニカ出身で若くして頭角を現し2013年にマーリンズでメジャーデビュー同僚になったイチロー現マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターオシと仰いだことでも知られるイチローが加入1年目の2015年には春季キャンプから積極的にコミュニケーションをとり日本語を教わっていた 2017年12月に交換トレードでカージナルスへ、2020年1月に FA でブレーブスに移籍した。同年には60試合の短縮シーズンながら18本塁打、56打点の2巻、2021年2月に4年総額6500万ドル、約100億円で大型契約を結んだが、同年5月に家庭内暴力で逮捕され、制限リスト配備した。 さらに2022年には124試合で打率点226、23本塁打、オップス、687と低迷していたが、昨季は華麗に復活を遂げた。またオズナが今季、指名打者を務めているのも大谷にとっては厄介だ。休演のファン投票でポジションが被るだけでなく、シルバースラッガー賞、エドガー・マルティネス賞といった表彰でも一つの椅子を争うことになる。 一方、指名打者を主戦場に MVP を獲得した選手はゼロ。どちらかが史上初の栄誉に輝くのか注目だ。